上空から見た池田湖池田湖鹿児島下根ヶ島池田湖の一池田湖は鹿児島県の薩摩半島南東部にある直径約 3.5km、周囲約 15km のカルデラ湖、九州最大の湖である。湖面の標高は 66m、深さは 233m で、最深部は海抜マイナス 167m となる。固定には直径約8 0 0 固定からの高さ約150メートルの固定火山がある。池田湖を含む、くぼち地形は、池田カルデラと呼ばれている。古くは、海門のお池、または、神のお池と呼ばれており、竜神伝説がある。霧島近郊湾国立公園に指定されている。約6400年前に、現在の池田湖付近から激しい水蒸気噴火が、始まり、その後スコリア放出。 プリニー式噴火、大規模な火砕流の噴出と続いた。これら一連の噴火で、現在の池田カルデラが形成され、カルデラの底に雨水が溜まることによって、池田湖が形成された。ほぼ同時期に、山川湾、成川盆地、うなぎ池、地底、松が窪などの地形も形成されており、これらの噴火港群とともに、池田山線として、ランク C の活火山に分類されている。 海門だけの噴出と池田湖の干没が連動して起きたという続説があるが、地質学的観点では、両者の活動時期に1000年以上の時間差があり、池田カルデラの大きさに見合う火山噴出物が周辺の地層に残されていることなどから、直接的な因果関係はないとされている。1929年の観測では、透明度26.8メートルと当時世界第7位で、 あったが、その後、生活排水や工業排水の流入などによって、汚染が進み、1983年には、淡水やカシオが発生するに至った。このため、鹿児島県は1983年3月に、池田湖の水質環境の保全を目的に、第1期池田湖水質環境管理計画を策定し、いぶ市、南九州市、鑑定機関と連携して、 水質保全対策を推進している。池田湖は年間を通じて氷層の水温が摂取4度以下にならない亜熱帯湖または熱帯湖に属し特徴として現当には湖水が全層にわたり混合するが溶存酸素量は飽和に達さない不完全全循環。断頭には一部の湖水のみが混合する部分循環が起こることが知られている。湖水の循環は 1986年2月に全層循環が確認されたのを最後に2011年2月に至るまで部分循環しか確認されていなかった。この期間、低層の無酸素状態が継続し、それに伴う窒素、リン等の溶質、蓄積による低層水の水質悪化が顕在化し、固定では後期生成物が死滅した。1983年以降、 前奏循環が確認されたのは、1984年、1986年、2011年、2012年、2018年の5回である。池田湖はカルデラ湖であり、在来の魚類症は極めて乏しかったと考えられる。しかし、1910年代後半から1980年代に至るまで小岩笠木愛等の放流事業が行われた結果、これまでに、 池田湖で生息情報のある魚類は、大オイカ川、極楽ハゼ等25種に上るが、現在の池田湖の魚類賞は、ごく一部の魚種を除き、人為的な異入とその後の淘汰によって形成されている。1961年頃より、池田湖には巨大水生生物が存在していると噂され、ネス湖の未確認生物ネッシーになぞらえて、イッシーと呼ばれていた。 1978年9月3日には、イブスキ市、池崎地区の住民、約20名により、一市が目撃され、全国で報道されたため有名となる。湖に生息する四天然記念物の大オオウナギは、体長が2メートルに達する個体もあり、これが正体ではないかとも言われている。このほか、出現時期から、当時池田湖に放流された大型ウオハク白ンの魚群の、 五人ではないかとする説もあるが、一ーの正体は今も不明のままである。ありがとうございます。